信じられないな。こんな小さなものの中に、一つの世界が隠されてるとは。普通の案内ロボットと大して変わらないのにな。彼らはこのプロジェクトに子供時代と名付けた。学習により機械に思考能力を与える。人類の子供時代に似ているが、たやすいことではない。ま、進展がなく開発中止になったらしいが、私たちがそれを持ち出さなかったら、来月あたりに壊されていたはずだ。たやすいことじゃない？お前、その、鏡を見てきたらどうだ？私の場合は状況が違うからな。だが、ついでに聞いてみよう。もしいつか、私もガラクタになってしまったら、君はそれを扱うように私のことも手荒に扱うのか？そんなわけないだろ。そのまま溶鉱炉に投げ入れると思うぞ。持っていけ。警報とセキュリティシステムを解除した。あとはお前の仕事だ。昔と変わらず、精密さを求められるハッキングは苦手なのか。役割分担ってやつだ。わかった。やはり苦手なままか。我が道を行き、一度組織を抜けたあの小娘が、今ではヨルムンガンドの幹部とはな、誰も想像できなかっただろう。そうだな。私自身も想像していなかったよ。伝説の傭兵。自力でカロン名録第一位まで上り詰めた。ただ、こう焦るあまり小さなミスで命を捨てるところだったかな。私が代わりに一発撃っていなかったら、今の君は字が刻まれた石になっていただろう。もしくは、意思すらなかった可能性もある。ずっと気になってたんだが、なぜあの時私を助けたんだ？なぜだろう。忘れたよ。助けたかったから助けたんだろう。何度も考えたんだ。もしあの時監視していたのが誰でもいいが他のハイヘビだったら、私は今日ここに立ってはいなかっただろうな。きっとただ死んでいく私を見ていただけだろう。理由は私の不注意、または試練をクリアできなかった、もしくは私の命など最初から気にしていない。
別に変わったことではない。何しろ我々はハイヘビではあるが、それぞれ異なる趣味、願望というものがある。わかるかね、そういう小さな違いが。もっとユニークなものを見たことがある。鹿を愛し、何一つ成功しなかった詩人のように生きたハイヘビや、銃に夢中になり、それに山猫と名付けたハイヘビ。それともう一人、市場経済に興味があるハイヘビ。まだ生きていたならきっと起業家になっていただろう。もしかしたら、これがハイヘビの創造者が見たかった結果なのかもしれない。だが、私はあの博士に会ったことがなく、よくわからないのだ。はあ、それならお前はきっと、トークショーの出演者のハイヘビだな。いいアイディアだ。傘とカバンを持ってステージに上がり、ネタを話して笑いをかっさらおう。最後は仮面を外し、イケメンの素顔を晒す。そんな展開だともっと面白い。さて、準備作業は終わった。これからこの地下室と外とのつながりを全部切断する。もちろん私のハイヘビネットもだ。万が一のために、私も信号遮断機を立ち上げよう。これで私たちは外とのつながりを完全に失った。言いたいことがあったら今のうちに口にするといい。ああ。さっき言っていたことについてなんだが、お前の願いとは一体何なんだ？知りたいのか？ああ。聞かない方がいい。ではこれより我々の任務を始める。やらなければな。
おかしいわね。どういうこと？指針の書が私を拒んでる？アポニアさんの方で何かあったの？ここは理由もなく変化が起きる場所じゃないわ。まさか。その罪を述べなさい。侵入者、私はすでに、あなた、アポニアさん！別の、隠れる必要はない。それは、意味のない行い。懺悔しなさい。これが、最後のチャンス。この感覚、彼女じゃないわ。あなた様の意味、ここで終わらせよう。ステージが始まるわ。エデン、あなたなの？エデン、ああ、まさか、接触中に、あなたを巻き込んでしまったの？つまり、今の戦いは、それの副作用のようなものだったのね。誤解しないで、エデン。あなたや、他の誰かに対してではなく、この楽園自体に接触していたの。あなたの存在は察することができるはずだった。けど、楽園の膨大な記憶に集中してしまっていたようだね。どうか、私を許してほしい。構わないわ、友よ。それより、あなたの発見を教えてくれる？あなたも知っているように、エリシアとケビンは楽園から完全に消えた。でも、それ以外に妙なことがある。私がこの手で楽園に接触している間、何かが私を避けていた。まだ触れていなかった影の中に隠れていてね。私の意識がそれにたどり着いたとき、また消えてしまって。嫌な余熱だけが残っていた。行方不明になったさくらという可能性は？いいえ、違う。さくらの行方もつかめないけれど、まだ彼女の存在、サクラである特徴を感じられるから。だけど、その影は、今まで私が触れたことのない何か、もしくは、会ったことのない誰かなの。
それがケビンとエリを消したの。今のところまだ確信はない。だけどその影の出現と楽園の異変に何らかの関わりがあることは明らかだよ。見たことのない存在でアポニアさんの接触を回避できる。楽園の外から来た何かの可能性は？いいえ、原因はわからないけど、エリシアが消えた後、楽園と外の接続が切れた。メイさんはこの件を知ってるの？少し前にフワと会ったけれど、彼女はすでにその点を意識していた。そうなのね。相手がわざとメイさんをここに閉じ込めたのか、それとも違うのかわからないままだけど、もう一度接触できそう？なるべく、再生エデン。今回の根源は、英傑の中にいないと思っているの？今はまだ結論を出せないわ。それに、昨晩ケビンが消えた時、妙なことが多かったの。きっと、私たちがまだ気づけてないことがあるはずよ。ああ、その花。エデン、あなたはその行方を確認するために、ここに来たんでしょ？私はそれを、グレーシュに渡した。あの子はその意図を知らないはずだけど。ごめんなさい、エデン。だけど、あなたなら、なぜ私がそうしたか、理解できるはずだよ。他に方法がなくても、少なくとも、鍵と真相を守れるということよね。もちろん、それが私たちが彼女のためにできる最後のことだから。アポニアさん、あなたは？私の初見のように、過去の罪はいずれ目の前にやってくる。私は避けず、それを抱きしめよう。残念だけど、みんなのために一曲歌うという約束は、守れそうにない。もしかしたら、他に解決策があるかもしれないわ。不思議だ。精神感知型ではないし、予知能力を持っているわけでもないあなたが、どうして私の考えを見抜くことができたの？
そういった能力は必要ないのよ、アポニアさん。よく知っているもの。あなたの顔に、私たちがよく知っている表情が現れたから。死を決意した表情がね。死を決意。ね。本当に。私に似合わない表現。どうして、あなたが。戦後。よろしい。私の容疑が晴れたことを宣言するよ。これからは探偵として事件の真相を一緒に調べよう。メイの姉ちゃん、今度記憶を確認するときは私も連れてってよ。みんなは無実だって絶対証明してみせるから。それは君の腕次第じゃないかな、名探偵さん。おや、それはそうとして、絶対に断らないもう一人が、すでにやってきているようだよ。よかった、皆さんここにいたんですね。大変なことが起こったんです。私と。少し待って。口で話すより、道具を使用することをおすすめするよ。例えば、この帽子とか。すみません。緊急事態ですので、実験道具のテストにはお付き合いできません。そう急いで断らないでよ。別にエンターテインメントとかじゃないから。一体何があったのか、もっと直感的に知りたいだけだよ。それに、これを使えば、君の容疑を晴らせるんだ。そうでしょ？親愛なるメイさん。プアちゃん、聞いて。今、この帽子で英傑たちの記憶を確認して、怪しい行動がないかどうかを調べてるんだ。記憶を確認？別に、意図して避けるつもりはありません。ただ、私の記憶はもともと雑然としていて分かりにくいですし、それに、その帽子は本当に役に立つのですか？信じて。これが最後の方法になるんだ。分かりました。どうすればいいですか？
これをかぶればいいの。そう、こんな風にね。君は私たちの知ってるフワだって事実で証明してみせて。あそこを見て、すごい炎だよ。じゃあ、ウワちゃんを助けてあげないの？そうだけど。隊長。でも、ウワちゃんは。奇遇ね、フワ。またここであなたに会うなんて。私とお話をするためにここに来たんでしょ？そうよね？そういうわけでは。あら、違うの？そうだとしても、一応話を合わせてくれてもいいのに。そんな風にストレートに否定されるなんて悲しいわ。その、すみません。配慮が足りず。はいはい。もうからかわないわ。メイならここにはいないわ。多分楽園の奥で試練を受けてるんじゃないかしら。少し待つことになるかもしれないわよ。どうしてメイさんを待ってるって分かったんですか？適当に口にしてみただけよ。二人ともいつも仲良さそうに話してるし。でも、当たりだったのね。メイさんは、現実の私とは知り合いのようです。彼女は私のことを教えてくれましたし、私も彼女に不思議な親しみを覚えています。
だったらもっと話すべきね。自分の未来を見届けられるなんて、めったにないことだもの。メイもきっと喜ぶはずよ。だって、ここで彼女とおしゃべりできる人は多くないし、そもそも、英傑たちの態度は少し複雑だものね。複雑？彼女が探し求める真相の秘密を守る必要があるからですか？彼女が律者だからよ。やっぱりフアは全然気にしていないのね。もしかしたら二人とも仲のいい友達になれるかもしれないわ。律者。私でもそう簡単には律者と平和に共存するなんて言えません。律者が人類のために戦うことはない。彼女も同じだ。ケビンにそう言われました。第七律者との戦いの後に。ええ、私もこの目で見ました。前日まで共に命がけで戦っていた隊長が、無数の命を深淵へと突き落とす炎となった姿を。でも、私はわからないのです。律者になったら、過去のすべては消えるのでしょうか？すべてを壊すという破壊の意志しか残ってなかったら、理解し合える存在ではなくなるのですか？どうなのかしら。でも、ケビンたちより近くで律者と対峙した存在はいないから。崩壊に勝つ回数が増えるほど、律者をより恐れ嫌う。それって仕方のないことなんじゃない？だって、律者の存在は何かをなくすという始まりを意味するから。ですが、私にとって律者は肩書きではなく境遇です。常人を超えた力を持っているという点だけで区別すれば、融合戦士である私たちも律者と大して変わりません。人としての過去を捨て、破滅の力で全てを壊そうとする者だけ警戒されるべきです。でも、メイさんは違います。彼女を律者として見たことはありません。彼女は何かを変えるために努力している人です。律者の力を持つ特殊な存在という一面は、あくまでその次です。でももしかしたら、これは私たちの今までの共通認識かもしれませんね。
わかるわ。みんなもそう思ってるもの。まずは仲間、その次が他の肩書き。私はずっとそう信じてきたもの。本当に素直じゃない人たちばかりよね。早くその壁を乗り越えるために、メイももっと頑張らないと。だって、その後ろに隠れてるのは真相だけじゃないんだもの。みんなからの賛同と信頼も一緒に隠れているのよ。エリの姉ちゃん。ここで一晩中座ってたの？誰かを待ってたのかな？メイの姉ちゃん、どういうことなの？姉ちゃん、待って！
メビウス博士、何があったんですか？プア、近づくな。メイの姉ちゃん、どういうこと？これって一体どういうことなの？ヘビの姉ちゃんには特殊な力があって、何があっても死なないんじゃなかったの？スーと一緒にこの目で見ていなかったら、私たちも信じられませんでした。まさかこんな事態になるだなんて。ですが、彼女は確かに私たちの目の前で消えたんです。その後、スーは楽園全域を調べましたが、彼女に関するデータを見つけることはできませんでした。スーは今手がかりをまとめているので、皆さんに警戒を呼びかけるため、私が状況を伝えに来たんです。詳細は伝えましたし、私もそろそろ行きますね。メビウス博士の死を他の人たちにも教えないといけませんから。どうしました？他に何か伝えてほしいことがあるのでしょうか？どうして？少なくとも彼女はしばらく無事だってそう思ってたのに。これはいい傾向じゃないよ。確かにメビウスはいつも予想外のことをするけれど、彼女の能力は本物だ。彼女が消えたということは、今の私たちにとっては力が削られたことと同じだよ。迷ってる時間はない。もっと大きな犠牲が出る前に阻止しないと。今までの2回の実験でこの帽子の機能は十分に理解できたでしょ？引き続きこれを使って容疑者を確認しよう。メイさん、異論はないかな？
喧嘩はできないけど、私は隣で応援するからね、メイの姉ちゃん。それなら、まずはこれで自分の無実を証明したいんだけど、問題ないかな？早くそうするべきだと思うんだけど。正直に言うと、今日は疑われる回数がかなり多くて辛いんだよ。非常事態だし、説明や弁解に多くの時間をかけたくないんだ。それに、この賢い頭の中に一体何が入ってるのか気にならない？それは、君自身が探すしかないと思うよ。どうせ記憶は嘘をつかないし、そうでしょ？じゃあ、私もメイの姉ちゃんと一緒に行くよ。見たことのない建物だね。メイの姉ちゃん、知ってるの？またビルビーの姉ちゃんのマジックショーかもしれないよ。相手をびっくりさせるようなことが大好きだもん。取引をしよう、雷の律者。完全な私と完全なあなたと交換するんだ。私の認知を通ったとき、君は私の考えを全部目にする。私の最も言いたくない秘密もね。だけど、君も何の警戒もせず、同じように心を私に見せるの。ええ。約束するわ。メイの姉ちゃん、メイの姉ちゃん。メイの姉ちゃん、ずっとここに突っ立ってても仕方ないよ。真相を調べるんじゃないの？
万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。圧力弁、駆動コア。よろしい。これで完成だ。テストデータは、待って、どうして 0.1% の補正値があるの？データの正しさを確認するために、もう一度テストを。ビルビーの姉ちゃんは複雑な人だからね。でも自分の得意とするものを実践することに関しては、彼女はいつも本気だよ。もちろん、サプライズに関してもそうだけど。パーツの規格とパラメータが一致しない。材料部門に報告しよう。これが私の新しい作品なの？形が平凡すぎない？画期的な発明なんだから、それに見合う派手な見た目がないと。画期的な発明。なんだか前回もそんな感じだった気がするね。まあいいや。どうせ私が作るものはどれも超一流で、驚きに満ちたものばかりだからね。これでマシになったかな。これは、落ちぶれた時代を表現してるのかな。冷たい外殻に包まれたバネ。私が思考の海で、ありったけの知恵を持って、人類の未来に警鐘を鳴らす姿を証明してる。それなら、後の文明の啓明になるように、私も重い格言を上に記そう。おや、新しい発明品はもうすぐできるのかな。すごい進捗だね。どれどれ？機能、パラメータ。ふむ、まだ何かが足りない気がする。発動するたびに空に向かって霊砲を発射するようにしようかな。そうすれば、使用者全員に感心されるに決まってる。これこそが発明の本当の力。あらゆる人たちの期待と情熱を動かせるの。毎回こうなる。
これが全自動音声データダビング機兼花火打ち上げ機の制作過程だったんだね。私もよくわからない。でも、ビルビーの姉ちゃんの最初の言い方によると、楽園でも使える録音機を作りたかったみたいだよ。これでメイの姉ちゃんも、ビルビーの姉ちゃんの発明が、いつも大げさになってしまう理由がわかったでしょ？刀は鞘からね。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。ごきげんよう、ビルビー。工房から出てくるなんて珍しいわね。今度はどんな面白いものを見せてくれるのかしら。そうそう、ご覧あれ。私の新作、対ケビン武装タイプ736のデビューを。今日、その専用ユーザーをわざわざテストに招待したんだ。おや、リアクションが冷たいね。親愛なる演者と観客の皆さんは、まさかこのかつてない新しい演出に期待していないの？楽しみだわ。うん、いい完成だね。では、親愛なるケビン、ここで新しい武装のテストを始める？それとも、まずは私に解説してほしい？その前に、一つ質問があるんだけど。ええ、どうぞ。観客の好奇心に応えることも、ちゃんとした魔術師の基本だからね。どうして、対ケビン武装にそのマークがあるの？それって、メビウスの実験室のロゴよね。これは、ほんの小さなサプライズだよ。予算部門が超電動素材の申請に制限をかけたから、ちょっと非常手段を使ってこれらの電気回路の材料を手に入れてね。メビウスがアイデアをくれたんだ。たまには実験データのことばかり考えてないで、面白いこともしないとだね。例えば、没入型マジック体験に参加するとか。それに、最高の演出にするためにわざとこのイリュージョンマジックを実験室のデータ稼働の時間にしたんだ。きっと今頃、彼女は驚きの声を上げてるはずだよ。
すごい演出なのね。きっとメビウスは今面白い表情をしていそうだわ。おや、時間を考えると間もなくメビウスがここにたどり着く頃だ。そろそろ退場させてもらうよ。親愛なる観客たち、新しい対ケビン武装絶対使ってみてね。ビールビー。道理であの日ヘビの姉ちゃんがプンプンしながら休憩室に入ってきたんだね。まさかこんなことがあったとは。ビルビーの姉ちゃんは賑やかな空気が好きだからね。彼女の演出はいつも他の人たちを巻き込まないとダメなんだ。でもメイの姉ちゃん、安心して。ビルビーの姉ちゃんは大げさなパフォーマンスが好きだけど、限度を心得ているし、いざという時は頼もしいんだ。だから、心配しなくても大丈夫だよ。ここ、嫌な感じがする。メイの姉ちゃん、早く行こう。メイの姉ちゃん、そういう冗談、今はやめようよ。もし本当に鏡からビルビーの姉ちゃんが急に出てきたりしたらどうするの？彼女ならあり得るよ。もう複雑すぎて全然わからないよ。そういうのは、ここから出た後にビルビーの姉ちゃんに教えてもらおう。メイの姉ちゃん、待って！あの鏡を見て、錠があるよ。どうしてかは開けてみたらわかるんじゃない？こういうのは私のお箱だからね。
レイの姉ちゃん、少し待ってて。もう少し待ってて。もうすぐ終わるよ。それはダメ。ビルビーの姉ちゃんの性格を考えると、正直に話してくれるとは思えないもん。これしか特技がないし、こんなこともできなかったら、何の役にも立たないままになっちゃうよ。安心して、絶対開けてみせるから。の姉ちゃん、他の記憶を先に見に行ってて。錠を開けたらすぐに合流するから。メイの姉ちゃん、もう少し待ってて。すぐに。つまり、この一線を越えると、約束の律者の領域ってわけだ。ああ、どうやら、こういった結界が融合戦士にどの程度の影響を与えるかは。身をもって体験しないとわからないみたいだね。この程度。当然、私はビルビー、天才だからね。その気になれば、私が手に入れられる成果は、常人の想像をはるかに超える。
そういうことか。やっぱりメイ博士、今回も私は正しかった。約束というものにも結局上限がある。自分が何をしたか分かってるの？これは嘲笑だ。わかる？私たちは天才だもの。理由の説明は不要でしょ？私を思考から分割すれば、すべての問題が解決するとでも？君は悪念を何だと思ってるの？懐中時計のパーツ？一つずつ数えられる存在？私たちが生きてる限り、悪念を完全に消すことはできない。そよ風のような些細な影響しかなかったとしても、それは再び現れる。君の全ての行為は何の役にも立たない。別に私が決めたことではないよ。君も知ってるように、思考を分割する権利は彼女が私に一時的に託したものに過ぎない。それなら、なぜ？君も、私も、私たちはビルビーでしょ？なぜ彼女の言いなりになる必要があるの？君は間違ってる。もちろん私だって誰かの思考の一部ではなく、私自身になりたかった。特に彼女が眠りに入った今は滅多にないチャンスなんだ。メビウスでもアポニアでも彼女たちは私たちに別の体を用意できる力がある。
だったら君は何を待ってるんだ？それはかなり先のことだからだよ。少なくとも今は彼女の決定に賛同する。君の言う通り、悪念は完全には消せない。復活させる理由はいくらでもある。だから彼女の決定は君を分割することではなく、君を拘束することだった。何の違いがあるというの？今回分割する思考の容量は現在のどの領域よりもはるかに上回り、半分のビルビーぐらいのサイズになる。今後このビルビーという個体の中に新たな悪念が生まれた時、あなたがいる場所にそれを入れる。つまりあなたは私たちの中で最も天才的な人間になるけど。悪念の監獄となり永遠に出てこられないというの？ええ。いいね。さすが私。さすが私たち。さすがビルビー。監獄を作った人間。じゃあ、もしいつか、この監獄が満員になったら？私たちが生きてる限り、その半分でも受け入れられない時が来る。そうなったら、ビルビーがもともと悪人だったってことになる。もしいつか、私たちではあなたをもう拘束できなくなったら、私たちは善良な人たちの手で。共に破滅へと導かれるといい。破滅。いいでしょう。楽しみにしてるよ。ところで、君に聞きたいことがある。どうして君は、彼女がまだ生きてると思うんだ？おや、来てくれたんだ、メビウス。本当に私をここに捨てるつもりかと思ってたけど。喜ぶのはまだ早いわよ。あなたをこの島に閉じ込めることは火を追うがの意志であり、私の意志でもあるから。 B21地図上では存在しない場所になってる。その寿命が尽きるまで誰もあなたがここにいることを知らない。そうなるとピンクの髪の彼女がまた私のために掛け合ってくれたんだ。彼女は一体何者なの？
あなたが知る必要はないわ。けど、もしあなたにそういう才能がなかったら、彼女でも手に負えなかったでしょうね。火を追う側、もう一度あなたの審査を行うことに同意したわ。審査をクリアしたら、条件付きではあるけど、あなたは釈放され、火を追う側の一員になる。ほう？それって、君たちは脱獄の才能を必要としてるの？さあね。ところで、あなたが砂浜に残した模様。というより、設計図を見たんだけど。あなたって本当に暇が苦手なようね。それとも、火を追う側の人間がここに来ることが分かってて、わざと見せたの。おや、あれのことか。あまり気にしないで。今日の実験が終わってから、あれらの発想を現実にするかどうかを決めるつもりだよ。どうせここを出るんだし、もう少し一緒に待ってくれたっていいでしょ、メビウス。名前を教えるんじゃなかったわ。教えてもらった記憶はないよ、メビウスおばさん。私が知ってるのは、君があまりにも有名だからだよ。昔、君の名前を勝手に使ったことがあるくらいだし。実験？うん、ここでね。面白さは保証するよ。しかも、あまり時間がかからないんだ。ほら、もう始まった。心配しないで。ここの先住民は猿たちだから。ああ、この音だと結果が出るまでもう少しかかりそうだね。では、説明させてもらうよ。君の言ったように、火を追う側は名目上、私をここに閉じ込めてるけど、実際は、私にここで死んで欲しかったんだよね。だから仕方なく、私も生きていく方法を考えないといけなかった。現地調達してる中で、少し面白い場面に遭遇したんだ。一匹の猿が私の点火装置を盗んだ。うん、単純だけど、とても効果的でしょ？そして、ある日、森の中で素材を探してるときに、猿たちがかがり火を起こしたことに気がついた。賢い生き物だよね。そう思わない？普通よ。今までの話だけで言うなら、確かにそうだね。だけど、しばらくしたら、また私の前に猿が来たんだ。手を出して、私をじっと見つめて、まるで何かを欲しがってるみたいだった。その目、とても気に入ったんだ。それで？
どうしても気になってしまってね。だから、ようやくこの何もない孤島で武器を作り出せたとき、私は、ここにいる猿たち全員にそれを配ったんだ。私がそんな話を信じると思うの？あのビルビーが、こんな場所で武器を作る。この腕がなければ、火を追うがだって、私を何度も審査にかけないでしょ？おや、もう終わったみたいだね。ねえ、メビウス、当ててみない？今日、私に何かをもらいに来る猿がいるかどうかってね。いないみたいだ。どうやらあの設計図は使えそうだ。一体何の設計図だったの？簡単に言うと、私が特別に開発したミサイルかな。今の技術よりずっと実用的だよ、多分。それを人類に渡したいんだけど、君はどう思う？ビルビー、あなた。おや、メビウス、いつ来たの？実に残念だ。もっと早く教えてくれたらよかったのに。そうしたら、君に何かを用意できたかもしれない。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。エリシアが保証人になったとしても、あなたの命を守れるとは限らないって知ってるはずよね。嘘でしょ？メビウス、君がこの審査を行うだなんて教えてもらってないんだけど。あなたは質問に答えればいいの？ああ、わかったよ。個人的な話は受け付けない。そうだね。
問を始める前に、あなたを拘束している装置はそんなに単純じゃないってことを理解してもらう必要があるんだけど、動かない方が身のためよ。でないと、その周りにある装置がすぐさまあなたを痛めつけることになるわ。了解。もちろん、じっとしてるよ。それで、早速質問するけど、あなたはそもそもメカニックじゃない。そうよね。その通り。私はただの学生だもの。メカニックなんてまだまだ早いよ。最後にもう一度忠告するわ、ビルビー。あなたのチャンスは、誰かさんが必死な思いをして手に入れたものなのよ。無駄にしないようにね。私たちはあなたについて詳しい調査を行った。高等機械力学を勉強する学生という立場は完全にあなたが偽造したものよね。どこでボロを出しちゃったのかな。この顔が老けてるから。話をすり替えてもあなたには何のメリットもないわ。私たちの時間は有限なんだから。分かったよ。私の出身地は黄昏の町で、一人の魔術師。もういいわ。今ここにあなたの指名手配書の原本がある。確かにあなたは黄昏の町に現れたし、魔術師として一連の詐欺事件を引き起こした。事件が発覚した後、あなたは入念に今の立場を作り、偽り、逃走した。ウィルビー、火を追う側、人を殺すことなんて気にしないわ。ましてや、犯人の処刑もね。死は、あなたが逃げられる監獄なんかじゃないわ。すでに知ってるのなら、どうして私に聞くの？私がここに座ってる理由は、私の過去とは関係ないはずだよね。その通り。それが私の本当に聞きたかったことよ。ウィルビー、一応、この名前は本当だということにしておくわ。とにかく、あなたが火を追う側に抗う時に使った機械は本物だった。時代を超えたものすらあったわ。そして、あなたが火を追う側に挑戦を仕掛けた理由。崩壊に対する反発や、嫌悪も嘘じゃない。あなたが持ってた機械は一体どこから来たの？あれらの機械は私が作ったんだけど、それが何か？信じてくれないのは君たちだし、私にどうしろというの？だけど、あなたはメカニックじゃない。そうだね。私は高等機械力学を勉強してる学生でも、メカニックでもない。でも、最後の嘘が何なのか、君は知ってる？それは、真実だけで人を騙せることだ。これから話すのは全部真実だよ。あれは多分、私が4、5歳くらいの頃だったかな。急に自分のことが嫌いになって、どうしようもなくなったんだ。だから、ある方法を考えたんだよ。それは、別人になることさ。それは驚くほど、私の想像よりもずっと簡単だった。私がそう望めば、
それができる。だから何の知識も持ってなかったけど、独学で3ヶ月間機械関連の知識を勉強したんだ。あれらの無人機を開発する前にね。この答えは君を満足させられるかな？万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。
そう、私。あれらの記憶を見られたんだから、弁解する方法なんてないよね。そうでしょ？それは私がコントロールできない範囲での出来事でね。そうだね。アクシデントだとでも思って。そもそも私の目標は君だから。そうだね。まったく、本番中に悲鳴を上げる人は本当にマナーがなってない。そう思わない？そうじゃなかったら、己の好奇心で死んでいく君を見られて、実に面白かったのに。そうだ、君はいつから私を疑い始めたの？さては、最初から私を信じてなかったでしょう。気にしないで。そんなのとっくに慣れてるから。でも君は指針の書に行くために私に協力してもらう必要があった。不正解。全てを交換する。私にとってそれは始まりじゃない。一つの伏線だよ。本当のショーはこれから始まるのさ。どう自己紹介すればいいかな。久しぶり？それとも初めまして？